春名高州文ゴットにある、岩田寺岩田寺は、セラジ、デプンデラと共に、チベット三大ゲルカ派寺院の一つ。岩田は土卒地点を意味する。ラサから 47km 離れた、タクセ県の基地川南岸のワンブル山の両線近く、標高 4200m 余りの位置に、書道や僧帽が位置する。三大寺院の内ラサから最も離れており、参拝者や、 観光客は最も少ない。しかしながらゲルク派の創始者ゾンカパが1409年に自ら混流した寺院でありゲルク派の総本山として政治的権力を持った。そしてゾンカパの宝座を継承する歴代のゲルク派教主すなわちガンデンティッパはこの寺院の座数である。ガンデンティッパはチベット仏教においてダライラマ、パンチェンラマに次ぐ権力を持つ。漢字表記は 簡単字また、真の清掃は、長都市寺の名を送っている。また、両線上につけられている、巡礼路からは、基地側の大展望が楽しめる。当時の混流と、周祖、ソンカパの座への就任をもってゲルク派の立想とする。1959年以降のチベット動乱の際、ダライラマ側の拠点となったこともあり、文化大革命の際徹底的に破壊され、廃墟となった。 チベット動乱の際にチベットを脱出した寺院組織はインドに受け入れられ、南インドのカルナタカ州ムンゴットでガランを再建し、活動を続けている。ラサ郊外の休憩台でも、チベットに残留した人々により、寺院としての活動が再開され、1981年から修復工事が開始され、2008年現在、ゾンカパの冷凍を収めるヤンパチェン。 ガンデンジサスの黄金座がある、セルティカン、歴代ザスの重ー,ーティクトカン等が修復され、かつての異様をかなり取り戻しつつあるが、未だに完全な復興がなされたとは言い難い。ツォンカパの冷凍に保存されていた遺体は、文化大革命の破壊の際に散逸し、再建された冷凍に現在はわずかに回収された遺骨などが収められている。州所ゾンカパが年に、 雑食について、以来、2009年10月現在まで、歴代ガンデンティッパは102人を数える。2009年10月段階のガンデンティッパは、ラダック出身の、第102代リゾンリンポチェ。スムパスカルイエシーズダプル、ビューア、チョス、ビューンダパグマスサムリアンブザング、ケン、スー、ユーミリングダップスカーンコン、1992スと、スレッドソングスジアスジアマス。だが、 ルデンチョスビウンベーズ、ウリアセールピーオー、クラングゴー、アイ、バドチーシーズリングダップスクランコン、1989。ありがとうございます。